オーダンクロウムは、超高陰古目オームカクロウム属に分類される、鳥類。別名オジロクロウム。オーストラリア全長55から60センチメートル。お葉は、やや長い。全身は、黒色く、バフ色の横縞が入る。頭部には、短い関羽がある。頬に薄灰色の反紋が入る。目の周囲には、羽毛がなく皮膚が露出する。口彩は、暗褐色。 上くちばしは長い。講師の色彩は肺褐色。ひなは白や黄色のワタワで覆われる。オスは目の周囲の裸出した皮膚がピンクで、くちばしの色彩はアンハイ色。メスは目の周囲の裸出した皮膚やくちばしの色彩がハイ色。バードリフインターナショナルでは2016年現在、本種を残土属に分類している。主にマリーユーカリカラフィラからなる。 ユーカリ林に生息する。非繁殖期には、家族群が集合し、大規模な群れを形成することもあり、繁殖している地域に限らず、食物を求めて移動する。西尾寺六郎を生むと、根群を形成することもある。主に、マリーの種子や花を食べるが、他の植物の種子や花の蜜、昆虫なども食べる。繁殖様式は乱生。8翌1月に、 ユーカリの軌道に木屑を敷いた巣を作り、飼育下では2個の卵を産んだ例がある。放卵期間は約28日。アーモンドなシリンゴなどを食害する害鳥とみなされることもある。森林伐採による栄養儀の減少、狩猟などにより生息数は減少している。野生化した蜜蜂類との栄養環境の競合、地下水抽出による水資源の枯渇や、 植生の変化などによる影響も懸念されている。オーストラリアでは法的に保護の対象とされているが密漁されることもある。1981年にインコ目単位でワシントン条約付属書き2に掲載されている。1977年における生息数は5000から25000羽と推定されている。1995から2004年における 生息数は1万から1万5千話と推定されている。ありがとうございます。